はい、えー。今回のこの動画では、ワ、えールプレスの基本設定ということで、パーマリンクの設定を、えー、行っていきたいと思います。はい。では、まずこの管理画面の方から、この設定の中のパーマリンク設定をクリックしてください。このようにカーソルを持っていくと表示されますので、パーマリンク設定をこのままクリックしてください。はい。で、続いて、 このカスタム構造というところにチェックを入れていただいてこのように設定をお願いしますでこちらこのようにテキストファイルでダウンロードできるようにしておきますのでこちらをそのまま丸ごとコピーしていただいてこちらに貼り付けをお願いしますでこのように表記を確認していただいて問題なければ変更保存をクリックしてください で、こちらのパーマリンクの設定では、えー、URL の構造の設定をすることができます。で、このようにちょっと専門的な内容で複雑になっているんですが、まあ、簡単に言うと URL の設定をこちらでしているっていうことを簡単に覚えておいてください。はい、えー、今回のこの動画は以上となります。